ここが駐車場になります。ここから入ってまっすぐ行きます。おはようございます。マジピエです。本日は大普賢岳に登りたいと思います。レッツゴー。大普賢岳は大峰奥駆け道でなかなかのハードさを送る山って聞いてるんですけど、どうですかね。今日はちょっと楽しみです。しばらく舗装路を登ってくると、あそこかな。現在地はここで、一応こう行って朝またのこるまで行って、こう反時計回り、左回りに回っていきたいと思います。大普賢で七王岳で、こう夢想堂の方に回ってこう帰ってきたいと思います。で、こうさっきの場所、まずは正又の頃まで行きたいと思います。25分から30分ぐらい。大普賢岳は関西の前穂高岳と呼ばれているみたいです。大普賢岳、正の岩屋、正又山、こっちか。正の岩屋、こっち行ったら和佐又山の山頂に行けるみたいですね。大普賢岳は右ですね。ここをまっすぐ行きます。和佐又山、こっち。さっきの最初の分岐、朝又山に行ってたら、ここで合流してたんですね。大普賢岳まで 2.4 キロ。ここが分岐点ですね。行きはこっちから登っていって、帰りはこっちから登ってきます。大普賢岳。和佐又の頃から日本岳の頃まで約1時間ですね。登り坂がずっと続きます。倒れてる。お。奥が。大普賢岳は梯子がめっちゃ連続するらしいんで。めちゃめちゃ面白そう。お、お、景色が開けてきた。あ、正の岩屋。七段の岩屋か。岩屋。はしご。ありましたね。ちょっとスリッピーか。
おお。石も積んでますね。朝日の具合。おお、でかい。すごいこれ。ここはすごいな。そうなんだよ。なびきか。水溜まってる感じ。確かにすごいな。わしの岩屋。結構急な登りやな。日本岳のコル到着。1505メートル。大普賢岳はこっちですね。左方向。日本岳のコルから大普賢岳まで約1時間20分ぐらいですね。標高上がってきたからめっちゃ涼しくなってきた。はしごの連続はついに、なかなかのはしご。すごいな、高度が。なにこれ。おお、はしご。さあ。お、石の花まで登ってきました。ちょっと行ってみます。石の花からの景色。めっちゃ綺麗やね。ちょっと向こう雲かかってますね、うん。そして大普賢かな。おう、はしご。なかなかの斜度。小普賢って書いてる。ここ登ったら小普賢か。今回はスルーします。大普賢はこっち、こっち下っていきます。また登る。
結構急やな、この下り。トン。階段。大不言の岩肌が見えてますね。はしご。もうちょいかな。あれが小不言ですね。綺麗。なかなか無限はしごや。めっちゃいいわ。静かで空気澄んでて。お、台風源岳の看板が。奥掛道分岐かな。頂上まで 0.1 キロ。三条ヶ岳。こっち行ったら三条ヶ岳。来たかな。大不言岳。1780m でいいや。今来たのはこっちか。で、周回なんで、ちょっと休んでからこっちから下っていきたいと思います。大宮か。稲村ヶ岳。三条ヶ岳。じゃあ、休んだんで、次は水ぶとのぞきまで。レッツゴー。おお、すげえ。ここかな、水ぶとのぞきって。すごいな。うおぉ。すげえ。すげえ。大不言岳から国見岳まで45分ぐらい。ちょっと言うの忘れましたけど。後ろに見えてます。めっちゃかっこいい。大不言。おお。ここやな。多分。ここもすごいな。どうでした？灯油落ちたらやばいとこ。
それでは水底の方から下っていきたいと思います。下っていくっていうか七尾岳に向かいたいと思います。水布団のぞき、バイバイ。七尾岳というか次国見岳ですね。国見岳に向かってます。弥勒岳って書いてますけどね、なんかうちと弥勒岳、まあ、国見岳目指してます。飛ぼ前に景色がちょっと開けてきましたね。下りながらも すごいな、ここあそこに看板ありますね。国見岳。よし、次はほんまに七尾岳ですね。ここちょっと危ないかも。崖になってます。大峰奥崖道っていう看板だけ。めちゃめちゃいい感じやん。おお。突如現れたいい感じのところ。割れてるけど。こっちです。テープ貼る。鳥の鳴き声もう癒ししかない。涼しげなゾーンやった。ここの苔像めっちゃいい。いいっすね。大峰奥崖道。またはしご。すげえ。おお。こっちか。はしご。ホチキス鎖。なかなかの鎖場。おお、すごい高度感。やば。これは。到着。1584m。じゃあちょっと景色を見てみましょう。あ、あれ八景畑だね。2000とか。稲村畑。七尾岳の看板の後ろに大普賢岳が見えますね。すげえ。よし、次の紹介はこっちから。お、来た来た分岐。あれかな、大峰奥崖道。今下ってきた道がここ下ってきて、こっちの無双堂の方向に行きます。ちなみにこの後ろは
2000行で帰りだけです。おばさんまたまで 7.2 キロ。ここまで下ってきました。塩岳無双堂、無双堂まで 1.1 キロ。案内番号朝又山ヒュッテまで約3時間、あと3時間か。無双堂はもうちょいかな。なんか水の音が聞こえてますね、下から。さーって結構ずっと標高下げてるんですけど、朝又山ヒュッテまで約2時間30分。なんかキノコありましたね。つづら折れに歩道が続いています。意思を手を落とさないように。これここをですね、ここを下っていく感じ。ここつづら折れに降りていたところです。ここが無双堂かな。でずっと見てたいんですけど、そろそろ行きます。めちゃめちゃ風が涼しくて気持ちいいです。わさまた山ってってこっちなんですけど、こっちに名瀑シールの滝って書いてるんで、ちょっとシールの滝に乗っていきたいと思います。すごい迫力が。おお、シーレンの滝、水しぶきがやばい。気持ちいいね。やばめちゃくちゃ気持ちいい。じゃあ行きます。おばさんまた山ヒュッテ。すごいわ。おばさんまた山ヒュッテまで約1時間30分。だいぶ戻ってきたな。今ちょっと岩ゾーンに来てますね。ちょっと登ってます岩を。めっちゃ矢印書いてる。お、朝又方面書いてる。めっちゃ登るわけね。さらにしゃ今ここを登ってきたんですけど、なかなかな登りで、ホチキス状のあれを登っていく感じです。案内板があります。スポナシード、この先すぐ滑落注意。こっちか。スポナシード行こう。スポナシード、ちょっと石落としてみます。
パンってなったけど、約1時間半ってさっきと変わってないような気するんですけどね。よし、こっちから行きます。わさや又山ヘッドまで約1時間15分。ちょっと水が足りないっていう心配が出てきました。八京畑の時みたいな。岩本新道、その岩屋とか大福園だけ見てんのよ。自分は戻るんで、こっちですね。朝また山ひゅって。約1時間。よっしゃ、もうちょい。めっちゃ茂ってきてるけど。戻ってきた。またまた蹴って 0.7キロ、 700m。 ついに戻ってきたな。今日も無事に戻ってこれました。よかった。今回は大福源岳でした。水戸のぞきから見る景色最高でしたね。あと滝の涼しさにびっくりしました。あの大普賢岳の厳しさをちょっと思い知りました。夏場に来るんだったら絶対水をちょっと多めに持ってきた方がいいです。それではまた、バイバイ。